インスタライブやってみました。なんだか暇だったからみんなとお話ししようかなって思って、何にも決めてないけど、これといってお話ししようかなと思って。あれ、音がない？こういうこと？聞こえますか？皆さん聞こえますか？聞こえますか？聞こえるかしら？うん、いいでしょ、聞こえるようです。今日はね、珍しくね、すっぴんじゃなくてちゃんと したメイクを、そんなちゃんとしないけどちょっとちゃんとした。偉くない？何お話ししようかな。そうだな、今日はどこからですか？今日もお家からですよ。ちょっと雰囲気違うでしょう。ちょっとこれ邪魔なんだけれども、ちょっと模索中。今までさ、聞こえない？どうして？聞こえてる？聞こえないっていう人がいらっしゃるが、うん？聞こえないかな。そう、なんだっけ。とりあえずちょっと喋る。今までテレビでさ、ゲームをしてたんだけど、ちょっともうなんかモニターやりたいって思って。モニターを、そう、この間お誕生日だったんですけど、いただきまして、まさかので、これを機にテーブル、デスクとチェア買ってゲームスペースを作ろうと思い立って、今ね、そのね、買った椅子とね、机に座ってる。よいしょ、快適よ。ただ一つテレビは本当につけなくなっちゃった。まあいっか、もったいないけどね、許してくれるよね。そう、さ、今はね、今は何してたかっていうと、 APEX やろうと思ったんだけど、 APEX 今アップデートが来てなんかバグが多いみたいだから、なんかできないから、できないからCOD のオープンベータが来てたので、それをやってました。机見せて。うん、ちょっと見せれる状態じゃない、今ちょっとね、まだね、本当設置して数日なのよ。だからまだちょっと、なんていうの、収納とかの片付けがまだちゃん完璧でないから、ちょっとね、まだお見せできません。すいません。エペックスね、みんなエラ落ちしてる？そういう情報を聞いて一回も開いてない。バイオハザードとかライブやったし、バイオハザード絶対できないもん。怖くて。ホラー苦手なんだ。実は。実はね。実は。背もたれ、おしゃれ、いいでしょ。やっぱちょっと首がないとさ、疲れちゃうから首あるやつにした、いいでしょ。他に何のゲームしてるかな。
で基本エーペックスのみだね。あとあの大鷲の人食いの大鷲トリコはやりたいんだけど、画面酔いしちゃってあのエーペックスの操作で慣れてたらちょっとずつやろうと思ってまだ全然進めてない。頑張るんだけど、綾鷹の方が好きかな。めっちゃやって、あ、そう、あのね、綾鷹も飲んだしこっちも飲んでみようと思って買ってみたの。どっちも好きだけどね、抹茶ラテは美味しくないわけがないよね、わかる。エイペのおすすめキャラは、じゃあジブちゃんかな。ジブが好きかな。最近はデッドバイデイライトやってないね。たまにそのお友達の仲良くしてもらってる宮田さと子さんっていう方がその配信でもデッドバイデイライトやっていらっしゃって、そこにね乱入するぐらい、ごく稀にほとんどやらない。かなー。でなんかねゲーム他始めたいなと思うんだけど、キングダムハーツ1からやろうかなとか思ったりしたったりで、コールオブデューティーめっちゃ久々にやったんだけど面白いね、楽しい。でもエーペックス全然操作性が違ってちょっとテンパる部分もあるけど、エイムめっちゃ難かったりとか、でも楽しい、すごく楽しい。今は家だよ。ブラハ推しなの？いいよね。ブラハ一時期めっちゃ使ってた。ブラハいないとあの支障が出るぐらい使ってた。わかるー、わかるわー。なんかゲームでも始めたいな。スイッチ、モンハンライズももうやってないんだよね。13期間のメンバーで好きな、アンセム。アンセムかな。エブカイありがとう。ヒロアカ見てないのよ、見てないよ。人気アニメちょっと見てないんだよね。見たいん、おっ、なんだっけ、おっちっくしみたいな名前のやつ、おゆうんちらタクシーは途中あと 1,2 話で止まっちゃったのかな。見たけど面白かった、すごく面白かった。これ太田サーバーなんだけど邪魔じゃない、ここめっちゃ邪魔じゃない。 COD か、前までめっちゃやってた。 COD 出るでしょ、新しいのいつか知らないけど、オープンデータ来てる、オープンベータ、楽しいよ、人もマッチするし。もう水が少ない。ポケモンしたことありますか。ポケモン、うん、ポケモン世代も、ポケモン世代、11月にダイヤモンドとパールのリメイクが出るでしょ、あれは絶対やる、買う。でもどっち買おうか迷ってるの。最初はパールをやってて、お姉ちゃんがダイヤモンドやってたんだけど、せっかくだからダイヤモンドの方やってリアルがつかめようかなって思うんだよね。でもうちなんかそのルビーだっけな、ルビーでグラードン捕まえれるじゃない、ちょっとめんどくさくなっちゃって殺しちゃったんだよね。だからうちのルビー一生グラードン出てこないの、なんでだろう、めんどくさくなっちゃって。え、オートタクシー最後まで見てみる、頑張る、見てみる、見る見る見る、なんか一気にラスト3話ぐらいまで見たんだけどちょっと眠くなって
寝てそっからちょっと見れてないや。ゴーストオブツシマやってない。もうちょっとあげよう。バロラントって PC ゲームじゃないの？ PC 持ってないもん。持ってないもんさ。かけぐり初日に見てありがとう。オフ会？何の？ Apex の。オーバーウォッチは昔ちょろっとやったぐらいで今やってないな。はるくんは今寝てます。爆睡中です。みどりちゃんの役って難しかった？そうだね、難しかった。テンション上げるのもすごく大変だし、なんだろう、一般的にはいないじゃない、みだりちゃんって。そう、なんか参考にするのは基本的にやっぱアニメを参考にして頑張ってやってましたね。大変だったね。エペックスはランクしかしないよ。なんだっけ、アリーナとかも一切しない。アリーナ難しい、怖い、なんかみんな突撃してくるから怖いです。顔向けた、ごめん、顔向けたちょっと高すぎる、これぐらいがいいか。快適、快適すぎて本当に最高。 PC 取り、そのうち PC 買いたいんだけどな。 PC ゲームやったら幅がすごく広がるじゃないですか。いろんなゲームできるし、やりたいけど、マウスは、マウス無理だと思うんだよね、うち絶対。どこの椅子ですか？忘れたな、どこだったっけな。楽天で買ったよ。でも楽天に売ってるあのチェアって調べたら、デスクチェアで調べたら出てくるんじゃないかな。他にも色、黒とネイビーがあった気がする。でも白にした。白にしたよ。何回も言うね。お昼ご飯は食べました。サメ嫌いだった長男の長男が、やべ、英語、日本語やめろかな、ジョージアでみきちゃんのセラを見て好きになりました。嬉しい、ありがとう。まゆかちゃんとは連絡取ってるよ。いくらぐらいの椅子ですか？そんなにめちゃくちゃなくも、めっちゃ高っってわけじゃない。いくらだったかな。でもセールしてたの、この時。みきちゃんデザインのグッズ作ったし、みきちゃんデザインできないものできないもの、難しいグッズね。モンハンもやってないな。なんかオッケーってなっちゃった。服？これ？これで古着で買ったの。古着だよ。あいたかの抹茶飲んだよ。どっちも好き。ただあやたかめっちゃ甘いって感じしたな。多分ジャスミンのグラス、あ、ありがとう。これ誕生日プレゼントでいただいたグラス使ってます。かわいい。ジャスミン、うちがジャスミンが一番好きなの知ってたの？
かわいい、ありがとうございます。使ってるよ使ってるよ。友達のお母さんにそっくり。嘘、私がもしかしたらお母さんかもしれないよ、その友達の髪の毛染めないとね、ちょっとサボっちゃってた。お酒じゃないよ、お水だよ。お手紙いただきました。届きましたよ。画力は相変わらずですか。はい成長しないですね。練習も一切してないので、はい水道水じゃない、これめっちゃ楽ちん。ここにあるの水めっちゃ飲むから、水とお湯をさ足して左右にするの、めっちゃいい、美味しい。お手紙どうやって送りました。私の入ってるオスカープロモーションっていう事務所に送っていただけると私にいただきます。なんで喜びます。もし送っていただけたらとても喜びますありがとうございますフ何時までライブしようかね、あんな考えてないな。1時間ぐらいかなって思ってるよ。コラボ服楽しみ、あ、ありがとう、買ってくれてありがとうございます。嬉しい。世界に数枚しかない私のサメ、私が描いたサメの T シャツウォーターサーバーいいよ、めっちゃ便利。冷たい水も一瞬出るし、お湯も一瞬で出るし、でも知覚過敏だから冷たい水が飲めないんだけど、だから基本的にもう常温か左右かしか飲んでないんだけど、お酒飲めないんだよあんまり、そんなに好きじゃない。お酒ね、飲めたら楽しいんだろうなと思うけど、今その外で飲めないじゃない、そういうのを思うとお酒飲んでなくてよかったなって思うと、多分お酒飲んだら相当ストレス溜まってるだろうし、よかったなって感じだね。何？飛んでるハルくんの T シャツ作って。飛んでるハルくん、ハルくん飛べないよ今、目開けて寝てる目開けて寝てる。目ギョロギョロして寝てる。飲めないのは意外よく言われる。じゃあその見た目だからさ、すごい飲めそうって言われるんだけど、だからその二十歳の誕生日の時とかすごいお酒もらったの、どうせ好きなんでしょみたいな、飲めないんですって、 ありがとうございますとか、ワインとかシャンパンとかもらったんだけど、なんか飲める友達呼んで一杯だけ飲んでもらってみたい。ワインとかはいっぱいもらったから、その料理に使ったりとかして、申し訳ないね、美味しいワインを料理に使うっていうすいません、ジュースもらった方が嬉しい。オレンジジュースとアップルジュースがはるくん寝てます。寝たい、寝てるの。
めんね。コラボティで描かれてたサメの絵をステッカーで欲しい。あー、ステッカーで、あれを、だったらもうちょっとちゃんとその描き直して、描き直したい。うん、ね、なんかできたらいいけど、どうだろう。グッズね、考える力もないからな。ちょうどワインって言ってるところから見始めた。うちがね、お酒好きだったらね、あやのとずっと飲み明かせてたのにね、ごめんね、ごめんね。お酒ね、飲んでれば多分きっと飲めるようになっていくんだろうけど、発さないんだよね、お酒を一切。全然いらない、大丈夫って感じ。お水で大丈夫、お酒、あのお茶でって感じだね。ゆるぎと話すだけで私は十分よ。あーざいます。そうでしょ、香水もほぼつけないね。やっぱ動物飼ってるから、匂いのものはあんまりそんなにつけないから、たまにつけるけど、炭酸もそんな得意じゃない、得意じゃない。だからビールとか、なんか喉越しって言うじゃない、みんな。全然もうただただ辛い。あ、炭酸すごいみたいになっちゃう。お酒飲んだらあれだよ、とりあえずもうただただ普通に眠くなるから、寝ますって感じかな。テンションも上がりもしないし、うん、寝る。すごい赤くなって寝る。勉強しなきゃなのにスマホが離れて、あー、それはスマホに言った方がいいね、ちゃんと離れてって。多分きっと聞いてくれると思うから、勉強して、勉強して、勉強。かわいい。酔い方は激しくないよ。なんか限界まで飲んだことがない。もうなんかベロベロに酔っ払ってなんか記憶ありませんとかも全然ないし、ある程度飲んだらもう大丈夫ってなって、もうあの飲まないくなるから、限界行ったことないね。限界突破はない。やってみたいけどね、一回、そのどうなるのか。でも人に迷惑かけてしまうじゃない、きっと。そうなると、そうなるとちょっと嫌かなって。鼻息が聞こえた、はるちゃんのいびきだね。はるちゃんのいびきです。髪きれいツヤツヤしてるように見えるだけだよ。ちょっと今はもう見ないで。ピュッピュッ。ルパンの次元の俳優さんあね、大塚明夫さんになるね。絶対かっこいいよね。髪染めた時のダメージケア、
ないんだけど本当に何もしてないんだよね。あ、でもその染めてもらった美容室のところのシャンプーを使ってる、そのブリーチ用のシャンプーを使ってる、えらいちゃんと使ってる、えらい褒めたたえた方がいいぐらいえらい。なんかゲームしたいんだけどエペできないの悲しいな、やりたいな。眉毛は自眉です、自眉なの、ほとんど描いてないかな。今までしたことない髪色でした色ある、へー、青とかでもやってみたい、青でも全頭じゃなくてなんかいい感じに、いい感じにやったい。ゲームしててイライラしたら、ゲームしててイライラあんまりしないな、ゲームしててイライラ、なんかそんなに、なんだろう、突き詰めてやってないから、負けたら負けたぐらいな感じのテンションだけだから、なんかもうぐらい、そんなにイライラしない、なんかああもうダメかもと思ったら一回やめる、うんうんうん、ゲームで課金はゲームで課金しかしてないよ。ゲームはお金を使うところだよ、うん、なぜなら大人だから、うん、何今休職に迷ってるんですけど、やりたい仕事で通勤時間2時間安月給か家の近くで高月給どちらがいいでしょうか、ちなみに引っ越しはなしで助言いただけないでしょうか。あ、その近くはやりたくないお仕事なのかな、うーん、どうだろうね。でもそのやりたい仕事だけど毎日2時間かけてたら嫌にならないかな、そんなことないかな。だったら引っ越しはなしって言ったけど、その高月給のところを頑張って働いて、そのいいところ引っ越しちゃうとか、近いところ難しいね、難しいね、どうなんだろう、難しい、ウインクできないの、ウインクはできないの、うん、できたらやりたいよ、ウインクはできない、できない、ウインクできない、うち落ち着きないね。今までアルバイトやったことあるよ、アルバイトめっちゃしてた。料理は得意ですか、うーん、得意ではない、生きていく上ではできる。うん、生きてはいけるぐらいはできるけど、そんななんかめっちゃすごい美味しいっていうゲームはね、できない。ハニレモ出てて嬉しかった、ありがとう、見てくれて嬉しい。音ゲーはやったことない、でもなんか気になった、あれキーハーのさ音ゲーみたいなやつ出てるじゃない、あれやろうかなって思ってる。
スイッチであるじゃない、わかるかな。わかるかな。会食派、いや、お家の方が好きだけど外食も好き。餃子は作れます。うむ、作れるよ。作んないけど、めんどくさいから。美味しいって食べてくれる人がいれば作るから。アーケードゲームって何？ただいま、ただいま高校生なのですが、コロナで行事なくなっちゃいました。ああ、みさんは高校時代の思い出。高校時代ずっとバイトしてた。思い出バイトバイトは思い出でした。行事、高校生行事とかもほとんどうち行ってないな。行けばよかったと思うけどね。うん。好きなおかずは最初に食べる、最後に食べる。最初に食べて残しといて最後に食べる。最初と最後で食べる。ターンが好きなんだけど、ターンに始まりターンに終わるみたいな感じ、わかるかな。ターン最初頼むじゃん、でちょっと挟むじゃん、で最後にもう一回ターンを頼むの。もう幸せと幸せに挟まれて終われるっていう、うちの考え。いいでしょ、みんなおすすめだよ。単に始まり単に終わる。お腹いっぱいって人は最初のターンを4枚入りだったら2枚先に焼いて、残りの2枚を最後に食べるみたいなのがおすすめ。給食好きだった。食べることが大好きだから。今高校2年生なのですが、大学に行くか就職にするか迷っています。うちが言うことでもないけれども、大学行ってないので大学に行ける環境なのであれば行った方がいいんじゃないのかなって思ったりもするけどね。強制とかそういうのじゃなくて、後々やっぱ大人になってからやっぱ大学行っときゃよかったって後悔するぐらいであれば、大学行ってうわめんどかったなっていう思い出の方が良さそうな気がしたりするんじゃないでしょうか。わかりません。いや、わからない、難しい話、わからないけれどもうん、あ、みんな単に始まり単に終わる絶対やって。みんな焼肉の食べ方は絶対やって。ユキが食べたい。ユキあるよ、あのパックに入ってるユキとかで出してるとこもある。今人の手触っちゃいけないものだから。そう、あるある、ユキあるある。桜ユキとかもあるしね、中には。ここ今高1なんですけど、やりたいことがだんだん決まってきて、心理の方に行くか国際関係に行くか迷ってるんですけど、どうしたらいいですかね。今はすごく世界に出ていく人が多いから、国際とかだといろんな仕事でもなんかいろいろできそうな気がしてます。あ、すみません、なんか私が言えるようなあれじゃなかった、ごめん、プロ野球はねあんまり見ない。カルビね、胸焼けしちゃって食べれないの。1枚とかなら好きなんだけど、1枚でも基本的にターン、ミノ、ハラミ、また食べるならロースとか赤身、お肉は赤身が多いね。赤
カルビ好きな子と一緒にご飯食べに行ったら、いや頼んでもいいけど1枚しか食べへんよって言う。焼肉はもうあれよ、ライス頼んでガッツリご飯だから。ミキちゃんのために原稿用紙でファンレター書いてる途中なので。本当に書いてるの？書かなくていいよ原稿用紙なんか。そんな、なんか書いてありがとう。芝居してなかったら今何してると思いますか？何してるんだろうね。本当に分かんないけど、何してるんだろう。何してるんだろう。でもアルバイトだと思うけど、どっかカフェとかで働いてるんじゃないかな、そういうカフェとか。来週就職試験頑張って。グレーめっちゃ面白かった、ありがとう。ロス好き、わかる。ロス好き、わかる。肉と魚、肉かな。魚も好き、基本的に肉が好き、お肉大好き。エピックスめっちゃ上手でしたね。嘘、本当にありがとう。もっと頑張ります。ソロダイヤ行きたいんだよね。じゃない、ソロダイヤ行くには多分もっと時間を取らなきゃいけないけど、でも環境も変わったし、デスクでモニターも来たから頑張って目指そうと思ってます。よっ。指定校で服飾系の大学の推薦に決め、すごい。うちも服飾系勉強したいんだよね。なんか犬、お、今中学生です。美術部に入ってるんですが、自分の周りはすごく絵がうまくセンスがいいです。私はセンスもなく、先輩にもすごいアドバイスもらってるんですが、どうしても下手なんです。退部するべきですか？全然しなくていいでしょう。隣の芝は青く見えるってやつじゃない？自分のセンス、うちもセンスないけど、気にし、隣、周りのことは気にしなくていいと思うな、みきちゃんは。気にしなくていいと思うよ。そのまま続けて楽しめばいいんじゃないですかね。ファンレターと一緒にプレゼント、はい。でも今ちょっと食べ物系は受け取れないんだけど、ぜひ ありがとうございます。そんなわざわざ私のために、ありがとうございます。喜んじゃうから、そんなの。喜んじゃうから。一人暮らしはもう上京してから多分7年目ぐらいかな。17歳ぐらいの時出てきたから、それぐらいかな。焼肉食べ放題はね、食べれないの。焼肉、あ、やっぱ時差すごい、もしかして。コメントのめっちゃごめん、めっちゃごめん、時差すごい気がするけどめっちゃごめん。エベ一緒にやりたい。ミキちゃんとマッチしたら一緒に遊んであげて。ハンドサインの頻度が高い。手がよく動くってこと？ファンレターとシットどっちが嬉しい？一番望ましいのはどっちもなんだけどね。
ファンレターなら嬉しいよ。ファンレター、お手紙嬉しいです。リサ、ごめんね。あ、危ね。なんか開いた。焼肉食べたくなっちゃったな。焼肉食べたくなっちゃったな。40分ぐらいして、あと1時間ぐらいで終わろうか、それとももうそろそろ終わろうか、ちょっとの望ましい、悩ましいぐらいかな。うん、みんなの焼肉食べたい度をあげる、あげるよ。このダラダラ感、あのさ、その見てくれた人みんなにさ、そのなんだろう、なんていうの、ダラダラというかマイペースというか、そののんびりしてるライブやるよねって言われるんだけど、そのあまり他の人のライブに見に行かないのね。なんかいるっていうのバレたらちょっと照れちゃったりもするし、そう、みんな どういったライブをしているんだろう。お話しすることを決めてやってるのかな、教えて。他の方はさ、どういうそのインスタライブをやってらっしゃるんでしょうか。難しい、こういうのしかやったことないじゃない、私。ゆるゆるの。みんなはもっとちゃんと決めてるのかな。あ、焼肉はスミ派です。炭火です。炭火が最高。みんなコメント読んでるとか、食事しながらとか。へえ、うちもたまに昼食べながらやっちゃうけど、あれれ、ゆるゆる OK、 ありがとう、優しいね。ゆるゆるすぎる？平気？あ、綾乃はね、見てる。飲み配信やってるよね。綾乃、なんだっけ、居酒屋。生活感がないライブ。へぇ。なんかじゃあやりながらやる？前みたいにうちがたたたゲームをやって、うわーってやってるところを映す。いいけど画面見せれないからね、インスタライブはね。とか、なるほどね。ゲームね、ゲームね。まあちょっと考えますか。誰かとコラボね。コラボ、そう、うちいつも唐突に始まるじゃないの、インスタライブ。あ、そのコラボだとやっぱ時間合わせたりとか、お互いのスケジュールとか合わせないといけないから、なんかちょっとうーんってなっちゃうんだよね。あ、その日ね、っていうのが重なっちゃうと、どうしてもやっぱちょっとハードルが高い、ハードルが高い。 YouTube 見たい、チャンネル解説して、みんなそれ、あの事務所に言って、
事務所にもう抗議して柳美希 YouTube 配信をしろってしろってあの事務所にあのメール送りつけてしたら始められるかもしれない。一人暮らしは怖くないよ全然。もうなんか一人暮らしじゃないとダメな、ダメダメ、一人じゃないと、もう一人最高、一人がいいよ。YouTube ができたらね、事務所に行ったり解説されるかな、どうだろうね、してくれるかな。